ネットワークアタッチとストレージ。ネットワークアタッチとストレージ。ネットワークアタッシュドストレージとは、コンピュータネットワークに直接接続して使用する、ファイルサーバー TCP、IP ネットワークに接続して使用する、補助記憶装置であり、コントローラーとハードディスクからなる、ファイルサービス専用のコンピュータである。OS が、チューニング、独自開発されている場合もある。 ローカルエリアネットワーク、LAN を介して、複数端末でファイルを共有するためのストレージ機器である。古くから、あるファイルサーバーと、基本的には同じものであるが、用途を特化することで高速活動入、管理が容易であるというメリットがある。ファイル共有のアプライアンスとも言える。なぜ日本語を含む多くの言語では、ナスと発音。英語では、ナズと呼ばれることが多い。 カタカナ表記では、ネットワークアタッチドストレージのように、と、どと書くのも、一般的である。コントローラー部分を独立させたものを、なずゲートウェイあるいはなずヘッドとも呼ぶ。主にシリアル ATA 接続の HDD が、利用される。個人や小規模事業所などの国定予算を除いては、RAID を構成して冗長性、可用性を高めるのが、一般的である。この場合、 SATA などのホットスワップ可能なディスクインターフェースを利用してシステム稼働中でも抜き差し交換できるようになっていることもある。夏の主な演算処理はパリティや巡回上調検査計算である。ネットギア製レディノスではローエンドはこれら計算エンジンを搭載したアームソック、ミドルクラスはインテルアタモ、ハイエンドはインテルコア i3 と使い分けられている。 当該エンジンにより比較的処理速度の低い速度でも、RAID のパリティ、BTRFS や ISCC の CRC32C、デシメートルクリプトの暗号化、複合を高速に処理できる。この間にも CPU は、ウイルススキャン等の別のジョブを実行し続けられる。まずはデスクトップ等とは違い、ビデオカードやキーボード、マウスなどのインターフェースがなくても済むように、 設計されている。ハイエンドでは、ネットワークカードを2つ備えたり、ホットスワップ可能な複数の電源、冷却ファンを備えるなど、障害発生時のダウンタイムを低減する機種もある。加えて 10GB、1 0ット SESA ネットを備える場合もあり、高性能コントローラや RAID と、アイマディスループットは、ネットワーク上限の400から5 0 0イト S に及ぶ製品もある。 OS は主に Linux や Windows ストレージサーバーである。o p e n c e l a r i s も使われる。ネットワーク経由でバグの修正や性能、機能の向上がメーカーより提供される。ファイルシステムには高性能、高信頼性が求められ、チェックサム、ジャーナリング機能を持つ XT4,BTRFS 及び ZFS 等が使われる。管理者の負担減のために、 様々な設定作業が自動化もしくは、勘弁化されている。例えば4イディスク4台が収納可能の場合、最初のディスクを装着すると、自動的にパーティションが設定され、数分後にはファイル共有可能になる。2代目を挿入すると、自動的に RAID1 になり、3代目を挿入すると、RAID5 が Web ブ,ブラウザから選択できるようになり、さらに4代目には、 RAID6 も選択可能になる等、動的なウイルス検出、通知、隔離機能、ディールネ機能、外出先でもアクセスできる、パーソナルクラウド機能なども提供する。ボリュームの設定や容量、温度等の監視はブラウザで行うのが基本だが、スーパーユーザーでのログインを許可することで追加ソフトのインストールが可能等、カスタマイズが可能な製品もある。ただし、 サポートの対象外となることに留意する。様々なクライアントに合わせて複数提供されるのが普通である。なずは、ストレージエリアネットワーク3に対抗して命名されたが、ネットワークの種類、提供する、ストレージ形態、価格帯等の観点で大きく異なる。データベースやグループウェア等のアプリケーションの一部では、なぜ上にデータを生成することが許さない場合もある。 このように3でしか対応できないアプリケーションもある反面、同一ディスク領域の共有を許さない。性格上、ファイルサービスに限ると n a s が優れる。中、3でもディスク及びファイバーネットワークを一つの筐体に収めて OS にファイルサーバー機能を持たせれば n a s になる。n a s も大規模なものは3で構成される。2014年 n a s を標的としたランサムウェア。 シナラッカーが確認された。ファイルを暗号化して、金銭を要求する、典型的な暗号化ランサムウェアであり、シナラジー製ナズの OS、シナラジー DSM の古いバージョンに存在する、脆弱性をついたものである。F セキュア社とシナラジー社は、攻撃が広がっていることに対し注意を呼びかけると、共になそす、シナラジー DSM を、最新版へアップデートするよう促している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。